パリのアランミクリ直営店2012年のショップ外観アランミクリは高級アクセサリーやメガネのハンドメイド製作者フランス生まれのアルメニア人高級眼鏡ブランドアランミクリを立ち上げアランミクリインターナショナルを創設したホームページではアランミクリ本人を呼びブランドとしてのアランミクリの双方について記載するアランミクリのメガネの特徴的な形状や色使いは 政治家や経営者などの上流階級の顧客に高く評価される。ミクリはそれらの色使いはレバノンのアルメニア人の伝統的な配色に由来しているとしている。左右どこから見ても美しく、オブジェのような個性的な配色が特徴とされる。1955年、フランスのローヌ地方に生まれる。父親はオーケストラの指揮者、母親足立屋であった。12歳の時に、 パリのフルゲルメガネ学院に入学し1976年に卒業。その後眼鏡店に就職したが1年ほどで退社。1978年23歳の時に自身のデザイン事務所ミクリディフュージョン社をパリに開設。これがブランドとしてのアランミクリの創業である。創業間もなくの間はクロード・モンタナ等の有名ブランドのメガネのデザインを受け負った。 創業当初より見るための、そして見られるためのメガネ、機能性と神秘性をブランドのコンセプトとしている。1983年、エルトン・ジョンを筆頭とする有名人がミクリがデザインした製品を着用して宣伝したことによりミクリのブランドは大きく脚光を浴びることになる。カニエ・ウェストは自身のミュージックビデオストロンガーで ミクリのサングラスを着用することをデザイナーに求められて採用したが、この時に使用されたサングラスは後にシャッターシェードと広く呼ばれるようになった。1987年にパリのロジェ通りに初の店舗をオープンし、翌年にはニューヨークにも店舗を設けた。2000年にはアランミクリは220人を雇用し、世界中で50万個のメガネを販売し、 年間約220万フランスフランを売り上げた。しかし会社が大きくなるにつれてミクリはデザインより会社の経営のために時間を割かれるようになってしまう。2008年12月から2009年1月からタイでの販売が開始された。当初のモデルは還元会社のミクリタイランドが製造し、2009年のタイ国内の販売額を1000万バーツと見込んでいた。 2009年にはミクリはイギリスの投資会社の参加に入ることを選択し、経営を専門家に任せて新商品開発に回帰することになった。ミクリは財務や法務などの経営責任が精神的苦痛になっており、それらから解放されたことを素直に喜んだ。最高経営責任者にはミクリに代わってドミニク・アルバが就任した。 これにより販売目強化の資金力を得るとともに、より独自性の強いデザインを生み出す環境が整った。アルバは、ミクリが多忙であったために活用されていなかったアイデアが、社内にたくさん施造されていることに驚いたとされる。またメガネ以外の製品についても新規開発が着手された。ネオキャピタルの参加に入った後は、直営店は世界30店舗となり、 燃焼も毎年20%の割合で増加するようになった。ビッグブランドのような世界各一の店舗ではなく、各国の文化と市場に合わせた製品と店舗を展開するよう配慮されている。2011年の売上は約6000万ユーロ。2013年1月23日、アランミクリー・インターナショナルはイタリアの巨大メガネ企業ルックスオティカによって、 約9000万ユーロで買収された。ルックスオーティカは世界最大のメガネメーカーで、シャネルやブルガリ、コーチ、ポール・スミスなどの有名ブランドのライセンス生産を手掛けるほか、レイバンやオリバー・ピープルズ、オークリーの合併契約を交わし、ルックスオーティカイシロールとなった。1989年、元アザブに日本初の直営店がオープンした。海外出店は、 ニューヨークに続く2番目であった。2000年に2号店となる丸の内店がオープン。その後、名古屋、震災橋などに直営店が拡大した。これらの店舗の内装デザインはすべてフィリップ・スタルクが担当した。2006年にオープンした震災橋店には VIP ルームも設けられた。日本の輸入販売元は TFC だが、日本向けのメガネフレームは サバでも製造されている。2006年当時の日本での中心価格帯は5万円、前後。木村拓也出演の CM で使われ、中田秀俊パフィー、スマップらの国内有名ミュージシャンも愛用者として知られる。ミクリ本人も何度も来日しており、自分のデザインの真似をするデザイナーが多いと嘆いている。また、日本のフォーナインズは、 独創的だとして高く評価しており、法ナインズ直営店を訪問して創設者の三部、鉄尾に面会している。2015年現在、日本でのアランミクリのメガネの売上高は、フランス本国に次ぐ2位となっている。また、日本市場は、アランミクリの取り扱い店舗数では、世界一。ありがとうございます。